次に山野井和則君。委員長。山野井君。短時間の20分でございますが質問をさせていただきたいと思います。私からは子ども貧困対策法についてであります。まあ、今日このままいけば、子どもの貧困対策法、衆議、今日可決されるというふうに思っております。まあ、今日に至るまで、まあ、本当に与野党で協力してまた足長出身の下村文科大臣のリーダーシップの的、また法制局の皆さんにも大変ご尽力いただきまして、ここまで来たことに非常に感謝をしたいと思います。特に今回私はかなり実効性のある法案に与野党協議の上でなったのではないかと思っております。私の配布資料の1ページ目にその与野党の修正協議の内容を書かせていただいております。こちらでございます。まあ、ここにございますように子どもの貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率等外指標の改善ということが明記をされました。やはりそういう意味では法律としてこういうものを改善させる、まあ、具体的に言えばそのパーセンテージを下げると、貧困率は下げて進学率を上げるということになろうかと思いますが、こういうことが書き込まれたということは非常に重要なことだと思っております。ここに資料もございますが、まだ生活保護家庭のお子さんたちの高校進学率はこの5ページでございますが低くございまして、一般では 98%、 しかし生活保護世帯では 87.5%、 しかしこの 87.5% の内訳を見てみると、定時制が 12%、 通信制が 5% で、全日制の高校に行けている生活保護家庭のお子さんはまだ 67% でしか過ぎません。私の知り合いのある女子中学生も本当は高校に行きたかったんですけれど、妹さんが2人おられてですね、やはり妹さんたちがよりいい生活ができるようにということで、長女のお姉さんは高校進学をやっぱり断念して働きに出られたというケースがございました。特に長男長女は弟や妹のことを考えてそういう判断をされるケースもあるんですけれど、やはり中学卒だけではなかなかいい収入の職業にもつけないという現実がございます。そこでまあこのように法律に今回明記されることになるわけですが、生活保護家庭の子どもたちの高校進学率を上げることに対する田村大臣のご決意をお聞きできればと思います。田村厚生労働大臣。まあ、生活保護家庭、また生活困窮者の皆様方の家庭、貧困の中でですね、それを連鎖を断ち切っていくという山野井委員のですね、その思いというものは私もですね、大変敬意を表するところであります。まあ、貧困を断ち切るという意味では、まあ、今それぞれ、まあ、一人親家庭いろいろご苦労をいただいておるわけでありますけれども、その家庭で、まあ、中心で頑張っておられる、親御さんをですね、しっかりと資格もしくは技術等々これをつけていただいて、安定したですね、やはり雇用の中において安定した生活をしていただくということが大変重要であろうと思います。そういうような意味ではですね、例えば高等技能訓練促進費、まあ、事業というものをですね、やっておりまして、こういうところで、まあ、資格を取っていただく、技能をつけていただくということもやっておるわけでございますし、また一方でですね、まあ、技術支援教育訓練、促進事業というのもございまして、給付金事業というのもございまして、まあ、こういうものでですね、しっかりやはり職業訓練を受けていただきながら、そんな中で能力をつけていただく、こういうこともございます。また一方でですね、まあ、この常用雇用、これに転換をしていただく必要があると思いますので、まあ、常用雇用転換奨励、給付金事業というのもございまして、これは常用雇用していただいた企業に、しっかりと、まあ、補助をさせていただくというような事業でありまして、まあ、一人親の方に着目をさせていただきながら、家計を支えていただく、その支え手としてですね、ご活躍いただく、頑張っていただく、そんな支援も準備をさせていただいております。ただ、まあ、景気が悪い中においてですね、十分にこれが機能してこなかったというのも事実でございまして、まだまだ、一人親家庭のですね、その就労状況、さらには、収入状況というものは、
改善するどころかここ数年悪くなってきておるのも事実でございますから、まあ、景気を良くするというのが我々安倍内閣のですね、一つの大きな眼目でございますので、こういうことも相まいながらですね、しっかりと支えての親御さんが安定した就労がつくようにつけるように、まあ、こういうようなこともやってまいりたい。一方で、お子さん方に対しましてはですね、やはり、まあ、学習支援というもの、今までですね、まあ、3年生、中学校3年生が対象でありましたけれども、これを1年生まで広げましてですね、早い時点からこのような形で、まあ、学習支援もまだ十分に広がっておりません。これもこれからですね、全国に向かってしっかりとその受け皿を広げていくという努力、これしていかなきゃならないわけでありますけれども、しっかり学びたいと思っておられるお子さん方が学んでいただいて高校進学に向かってですね、準備していただく、このような体制が取れるように、今般生活保護家庭のみならずですね、生活困窮者のご家庭の皆様方にもその広がりをということで我々法律を提出をさせていただいておるわけでございまして、まあ、こういうことをしっかりとですね、まあそれぞれの制度が協力し合いながらですね、子どもの貧困というもの、そして子どもが望みたいときにはやはり上に行ける、学校が上に行ける、こういう環境をですね、作っていくことが大事であろうというふうに思っておりますから、まあ、山野井委員の思いというものをしっかりと我々も受けさせていただきながらですね、この今般のいろんな対策、これが実効性のあるようなものにしてまいりたいと思っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。委員長、山野井君。非常に前向きなご答弁ありがとうございます。とにかくキーワードは実効性、やはり子ども貧困対策法、そして今回の生活保護法改正、生活困窮者支援法、やはりそれによっていい形での結果が出る必要があると思います。そして私、先日の、まあ、田村大臣の答弁でも非常にありがたかったのは、まあ、今まで生活保護過程で大学に行くのは適当ではないというような考え方もあったけれど、田村大臣、今回それはもう転換したと。それで進学することによって、自立していける貧困の連鎖を断ち切れるということであるならば、それはその道をちゃんとしていけるような道を作るべきではないかということで、今回初めて生活保護過程の大学準備金制度も作られたと。私は今回、生活保護家庭の高校生とたくさんお話を聞かせていただきました。中学生の話も聞かせていただきましたが、非常に考えさせられましたのは、まあ当たり前なんですが、みんなやっぱり夢を持ってるんですね、お子さんたちは。その夢というのは、将来漫画家になりたい、あるいは保育士になりたい。やっぱり、どんな仕事に就きたいかっていうのはみんな夢なんです。ただし、その夢を叶えるためには、せめて専門学校に行かないとダメだとか、大学行かないとダメだとか、やっぱり進学の話とどうしても、こう、リンクしてくるんですね。そこでみんな、子供たちはなんで悩んでるのかというと、さっきも言ったように、長男さんや長女さんであればあるほど、自分が進学してお金がかかる、収入を得るのが遅くなる。そのことによって、妹や弟に迷惑をかけてしまうと。泣く泣くだから、自分は進学を断念しようという人が非常に多いんです。まあそういう中で、田村大臣に改めてお伺いしたいのは、やはりまあ高校もそうですけれど、生活保護家庭のお子さんであっても、望むならば、何らかの仕事を取って人生を開くために、大学や専門学校に進んでいく。まあそういう人たちも増えていくことを厚生労働省としても後押ししたい。そういう進学率も上げていきたい。そういうふうな思い、大臣からもお聞きできればと思っております。田村厚生労働大臣。ここはですね、言い回しを気をつけなければいけないと私は思っています。なぜかと言いますと、まあ、一般の家庭でもですね、大学、専門、短大、こういうところの進学率はですね、まだ全体で半分強という状況です。ですから、ほとんどの家庭が大学や短大に行っているわけではございません。そういう意味で今までの制度の中でですね、生活保護という制度の中で大学に行くということが前提になると、これはそれとのバランスがいろいろあるのではないかという議論がありました。まあ、しかし一方で、やはり貧困というものの連鎖、これを断ち切るという意味からしますと、お子さん方が自ら自立するためにいろんな知識を学んで、その上で自立をしていく、そして貧困の連鎖を断ち切る、そういう強い思いで上の学校を目指そうというお子さん方に、本来そういう制度自体を望んじゃいけませんよということ自体がですね、これは私はやはり問題があるのではないかと感じました。まあ、そこでですね、確かに準備制度と言いながら、公費がつくわけではございません。しかし、それぞれの生活保護家庭の中において、ご自身も含めて、
やはり上の大学、上の学校を目指してですね、より自立するためのいろんな知識を身につけたいと強い思いがあられるならば、それを前提に積み立てることができるようにしようではないかというように思ったわけでありまして、あの山野井委員の思いに十分にお答えできているかどうか分かりませんが、あのギリギリの判断の中でですね、今回このような制度を導入しようということを決めさせていただきました。とにかくですね、生活保護家庭のお子さん方がやはりしっかりと将来に夢を持って、そして自ら自立してこの社会の中で自分の自己実現をしていく、そんな社会になるようにですね、我々も後押しをしてまいりたいというふうに思っておりますので、この点もまた委員からのご協力のほどよろしくお願いいたします。委員長。山内君。どうも、答弁ありがとうございます。私が痛感するのは、貧困は少なくとも子どもたちには何ら責任はないんですね。で、子どもはやっぱり夢を持つ権利、夢を実現する権利があると思うんです。そういう意味ではやはり今回の子ども貧困対策法を通じて、どんな、まさに与党案にも書いてあったように、どんな供給であ、境遇であっても十分な教育を受けられて将来に対して夢を持てる、そういう社会を作っていかねばならないと思っております。それで、あの子どもの貧困率についても今回、その改善というものが法案で明記をされました。田村大臣をお聞きしたいんですが、子どもの貧困率、今後あと1回目2回目、いつ発表されて、それは何年の実態が発表されるわけですか。田村大臣。子ども貧困率算出は3年ごとに行われておりまして、国民生活基礎調査の大規模調査が元になっております。で、あの今年が大調査の調査年でありまして、そういう意味ではこれがですね、次回が26年の7月頃ということでございますので、そういう意味では24年の貧困率を含む結果が公表される予定になっております。そういう意味でですね、あの3年ごとでございますから、その次となりますと29年の7月頃、27年の調査の結果が出るということであります。ただ、あの子どもの貧困率というのは確かに一つの指標ではあると思いますが、あのよくよく考えなきゃいけないのは、全体の所得が下がって貧困率が下がったというんでは意味がないわけでありまして、やはり全体の所得が上がる中において貧困率もですね、下がっていくということを考えなきゃいけない。あのそこがなかなかこの貧困率というものだけをですね、目標にすると難しいところがございますので、他のいろんな指標指数、そういうものを見ながらですね、貧困というものの、減少というもの、これを我々は目指していかなければならないというふうに思っております。委員長。山井君。今の答弁にありましたように、来年夏には発表を次にされますが、それは24年の実態でありますから、この子どもの貧困対策法は関係がないわけですね。そういう意味では4年後、平成29年の夏に発表されるのが平成27年の実態でありますから、そういう意味ではこの法案に明記されているように、子どもの貧困率、そして子どもの一人親世帯の子どもの貧困率の改善、また生活保護に属する高等学校進学率の向上、こういうことに向かって私たちは4年後の夏に蓋を開けてみたら、この数値が悪化してたということには絶対ならないように、これは政府の責任でもありますし、国会、こうやって法案を作った全国会議員の責任でもありますので、共に頑張っていかねばならないと思っております。それでは田村大臣、今回子ども貧困対策法が成立するようになれば、どのようなメリットがあるか、そのことを厚生労働省としてお答えください。田村厚生労働大臣。今般のこの子どもの貧困対策に関する法律でありますけれども、総合的な、そういう意味では推進、この子どもの貧困対策ということでですね、これを推進していく旨をですね、要はこの法律にしっかりと書き込んでいただいたわけでございまして、そのような意味では総合的、また体系的な
対抗というものをですね、これ作っていかなければならないわけであります。合わせて、その閣僚、関係閣僚間でですね、この貧困対策に関しまする会議を設置をするということでございますから、一厚生労働省というわけではなくてですね、関係省庁、内閣が協力しながらですね、子どもの貧困対策というものを、これは全体的にこれ推し進めていくということになってまいるというふうに思います。そのような非常に心強い法案ということのように私は理解をさせていただいております。今般この委員会でいろいろとご意見、ご審議をいただきました。そういうご意見をしっかりと我々もですね、勘案しながら、政府を挙げてですね、子どもの貧困対策、進めてまいりたいというふうに思っております。委員長、山井君。ぜひ、やっぱり、結果が出たという法律にせねばと思っております。あと質問時間がもう5分になりました。お忙しい中、伊達副大臣、そして吉井政務官にもお越しをいただいておりますので、一括して失礼ながら質問をさせていただきたいと思います。まず吉井政務官におかれましては、今、足長出身の下村文科大臣のリーダーシップのもと、給付型の奨学金、高校生と大学生検討されているというふうにお聞きしております。それについて、今後、それをまあ、予算を獲得してスタートさせたいというふうに考えてられると思うんですが、その上で、今回、成立が見込まれております、子どもの貧困対策法というものが、まあ、どのような、まあ、後押しになると、プラスになると考えておられるのか、お答えいただきたいのと、それと、伊達副大臣におかれましては、今回、この委員長決議の案の中で、当事者の方々、あるいは当事者の団体の方々の意見を聞くために、関係する意見を会議で把握した上でこの大綱を作成するということを委員長決議今日させてもらう予定になっております。このように当事者の声を聞いて、大綱を作成するということについて、ご所見をお伺いしたいと思っております。実際この配布資料でも最後の方に載せましたけれど、がん対策基本法の時にもがん患者の方々、当事者や団体の方々入っておられますし、肝炎対策の協議会でも、肝炎の実際の患者の方々や ご遺族の方々、支援団体の方々入っております。以上、一緒で恐縮ですが、吉井政務官、伊達副大臣、よろしくお願い申し上げます。吉井文部科学大臣政務官。お答えいたします。経済的な理由によらず、生徒や学生が進学を断念することがないよう、つまり子どもたちに希望格差、こういうものが生まれないよう、高等学校や大学における奨学金事業の充実は重要な課題であると、省としても認識しております。高校生については、いわゆる給付型奨学金や低所得者世帯への支援の拡充について、いわゆる高校無償化制度の見直しを行う中で、平成26年度以降、新たな制度が実施できるよう、現在、省内で検討しております。かなり細かなシミュレーションもしているところであります。また、大学生についても、委員ご指摘のとおり、大臣も強い思いの中で、検討を指示されていますが、学生等への経済的支援を拡充するための給付型奨学金等の創設を含めた経済的支援のあり方について、現在検討を始めているところでございます。また、本法案は、子どもの貧困対策として、子どもに対する教育の支援についても明記されているところでありまして、経済的理由により生徒や学生が進学を断念することがないよう、今後とも教育費負担の軽減に全力で努めてまいりたいと思っております。委員長、伊達内閣府副大臣。お答えをさせていただきます。政府として当事者の意見をどのように聞く予定なのかというご質問でございますが、法案において、子どもの貧困対策に関する大綱を策定するとされていることは承知をしておりますが、関係者からのご意見を伺う具体的な方法も含め、どのような大綱に策定していくのかについては、法案成立後、委員会におけるご議論も踏まえつつ、検討してまいりたいと思っております。なお、一般論として申し上げれば、子どもの貧困対策を検討する際、際して、政府として有識者や関係者のご意見を考慮することは非常に大切なことだとこう思っております。以上です。今野君。後ほど行います委員長決議の中で全会一致で、
こう書いてあるわけですね、貧困対策に関し優れた見識を有する者や貧困状況にある世帯に属する者、これらの者を支援する団体等関係者の意見を会議で把握した上で大綱を作成することとなっておりますので、ぜひ前向きにご検討いただければと思っております。先ほども申し上げましたように、4年後の夏には子どもの貧困率等さまざまな、指標も出てくると思います。この子どもの貧困率今上がる一方であるわけですけれど、やはり法案を作ってそれによってこの貧困率が下がった、もちろん貧困率だけではなく他の指標に関しても改善したといえる法律にするのは、これからの政府と私たち国会議員の努力にかかっていると思います。これからもどうかよろしくお願いします。ありがとうございました。